裁東京訴訟、本日10時半から参考法廷です。今日ははるばる大阪から原発賠償関西訴訟の森松明子団長が応援に駆けつけてくれました。今日実は司会の信樹さんが電車が遅れてしまっていてまだ到着できていないので、こんな形での、文字アピール始まりとなりますが、まずは大阪から飛んできてくれた森松さんにマイクを回したいと思います。東京の皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。持ってもらってもいいですか。原発賠償、ありがとう。おー、びっくりした。上に引っかかるそう、そんなにいいんですか。原発賠償関西訴訟の原告団の代表をしています森松明子です。東京の皆さん、首都圏にお住まいの皆さん、おはようございます。今日は原発賠償、福島原発被害東京訴訟の本日二審の、法廷弁論があります。10時半から法廷がありますが、福島原発事故はまだ終わっていません。全国各地に避難を続ける人がいます。福島原発事故被害の東京訴訟の二審の今日は口頭弁論期日があります。次の期日からは本人尋問がいよいよ始まります。私は大阪地方裁判所に国と東京電力を被告として国の責任を追及する集団訴訟を行っています。大阪地裁と東京地裁で福島事故の被害が法廷で語られます。区域内、区域外、そして福島県外からも多くの人々が、北は北海道から南は九州、沖縄まで福島原発事故の影響でまだ避難を続けています。多くの皆さんは原発事故、福島原発事故は終わった、被害は全部救済されたと思われているかもしれませんが、そうではありません。まだ多くの人々が避難を続け、そして福島県をはじめとする原発事故の放射能汚染によって苦しむ人々が福島県の内外には存在します。ここ東京地裁では当時小学生だった子どもたちが小児甲状腺がんにかかったのは東京電力の福島原発事故の影響だということで声を上げて裁判も行われています。そんな東京地裁で次の口頭弁論期日、次の裁判期日からは、関東に避難をしてきた方々が本人尋問でやっと裁判長に自分たちが受けた被害を法廷で語ります。福島原発事故はまだ終わっていません。大人から子どもまで、生まれたての赤ちゃんからご高齢の方まで、13年間に及ぶ被害の実態を法廷でつぶさに語ります。原発事故の被害の実相はまだ全然世の中の人々に共有されていません。だから原発を動かしてもいいとか、原発をやっぱり推進していこうという世論になるのではないでしょうか。原発事故の被害をきちんと知って何が起こるか、普通に暮らす人々たちがどんな被害を受けるのかを皆さんどうか共有してください。東京から一番近いところでは東海第二原発、それらのそれぞれの地域で、200キロ圏内に原発事故が、原発がある地域はほとんどの地域に、ほとんどの地域はそのような場所です。原発事故の被害を共有してほしい。被害者たちがなぜ声を上げるかというと、福島原発事故で味わった被害を二度と繰り返さない、そのことを一番望んでいます。その被害が全然知られていないので、多くの皆さんが被害の実相、避難はどれほど大変で苦難に満ちているかということを次の裁判からも共有してもらいたいと思います。どうか傍聴に駆けつけてください。おはようございます。福島原発被害東京訴訟、本日10時半から626号法廷で冒頭弁論期日です。どうか傍聴の応援をよろしくお願いします。そして11時からはこの裁判所の東側にある
日比谷図書文化館の4階のセミナールームで、今日来てくださった森松明子さんの講演を含む報告集会を開催いたします。ぜひ11時と、日比谷図書文化館4階までもお越しください。よろしくお願いいたします。先ほど森松さんが原発事故は終わってないとおっしゃっていましたが、今年の総選挙、自民党の石破総裁第一声は福島県いわき市でした。誰よりも原発事故が終わっていないことを分かっているのは自民党であり、その代表だということをいわきから避難している私は改めて思い知りました。原発事故は終わっていない、それは政府が一番よく分かっていることなんです。なのに忘れさせようとする、そんな流れに抗いながら私たち原告は戦い続けます。どうか今日の、期日応援にいらしてください。そして11時からの日比谷図書文化館4階での報告集会にもぜひお越しください。では私はこれからそちらの準備に行きますので、またよろしくお願いいたします。後ほどお会いしましょう。お願いします。ちょっとね、司会が来た、司会が司会来た、司会来た、ちょっと待った、このままこのまままだありますよ。あ、ありがとうございます。まだやってますよ。ありがとうございます。それ中入れないから、それ持ったら入れないから、そこの線から入った、それ取り上げられてるから。ありがとうございます。おはようございます。
福島第一原発事故の影響で被害を受けた人たちは全国各地で30カ所で民事集団訴訟として国と東京電力を被告として裁判を行っています。私が避難をした大阪でも大阪地方裁判所で84世帯231人の原告たちが声を上げています。現在裁判から10年以上経過しましたが、あの時2011年3月11日以降何が起こったか、原発事故の被害とはどういうものかということをやっと裁判長の前に出てきて本人尋問といって尋問を受けながら被害の実相を法廷の中で語っています。福島原発被害東京訴訟の基準の、裁判も次回の期日からいよいよ本人尋問が始まり、実際に関東に避難した人たちが避難の実相、原発事故で受けた被害をそれぞれが語ってくれます。法廷では2011年3月11日以降原発事故でどんな被害が起きたか、どうして避難をするに至ったかをつぶさに宣誓して証言で嘘をつきませんと宣誓の上で裁判所で証言をします。どうか関東首都圏にお住まいの皆さんはあの時普通に暮らしていた人々がどういう決断で避難をすることになったか、ぜひ事実を聞きに法廷に足を運んでください。お時間のある方はお友達や学生さんなどを誘って原発事故の被害を皆さんで市民社会で共有してください。同じような裁判は北は北海道から南は九州、沖縄まで福岡地裁や札幌地裁、高裁でも裁判が続いています。皆さんそれぞれの避難した先の地域で、また福島県内ではいくつもの訴訟が声を上げながら訴えを続けています。それぞれの受けた被害の特徴的なこともありますが、それらは反するものではなく矛盾するものではなく全ての人の被害です。多様な被害や多彩な被害は避難した人たちだけの避難の権利だけではなくて、原発事故による実際物が売れなくなった、農業ができなくなった、その土地で暮らしていけなくなった、何世帯も一緒に同居していた家族が若い世帯と家業を継ぐ世代とお年寄りの世代とかもうバラバラに家族が分断されながら避難や避難を続けていたり、被害を乗り越えようとしているこの13年間がありました。それらを法廷で語れるのは当事者尋問、本人尋問と国と東電から反対尋問も受けます。でもそこでも原告たちは何が起きたか勇気を持って声を上げています。福島原発事故の被害を一番直接的に実際に被害を受けた人の声が聞かれるのが法廷です。法廷では持ち物検査を通り越して暴れたりヤジが飛んだら逆に裁判長が退廷命令を出して、私たちは、高いセキュリティのもと言論の場が法廷の中でも一応守られています。法廷の外側では避難をした人たちや特に自主避難と言われる人が発言をすると、誹謗中傷であったりとか戻されたりデマだとか歩く風評被害などと言われて、被害を語ることさえこの13年間許されてきませんでした。そういうことを乗り越えてやっと法廷の中で裁判長の目の前でどうして自分は避難を防ぎたかということを原告たちは語ります。次の裁判からは東京の二審の原告さんたちも勇気を持って、法廷の証言台に立ちます。証言台に立つというのは私たち普通に暮らしていた人々にとっては、そんなことを想像もしなかった人生ですが、私も、1年前大阪地裁の法廷の証言台に立ちました。丸腰です。メモ1枚持ってはいけません。自分の記憶だけを頼りに、原告の代理人から聞かれる、そこだけは誘導してもらいながら記憶を頼りにどうして避難をしなくちゃいけなかったのか。我が家の場合は夫だけ福島県郡山市に残して0歳と3歳の子供を連れて避難をしてきました。なぜ家族を分けて福島と大阪で家族をバラバラにして13年間も避難を続けているのか。それは原発事故による放射能汚染があるからです。今もあるからです。
ントの客観的な汚染の事実、土壌汚染も土を測って裁判所に証拠として提出しています。それから13年経つとさまざまな事実も明らかになっています。当時小学生、中学生だった高校生だった子どもたちが無防備に何の注意や警告もなしに外に出てはいけませんよと言われながらも、福島市や郡山市では多くの人たちが避難をさせてもらえませんでした。注意喚起も促されてなかった中で、やはり多くの子どもたちに小児甲状腺がんが多発しています。これも一つの客観的な事実です。国や東電は責任を追及される側は事故との影響は関係ない、因果関係はないと言い張りますが、なぜ福島県の子どもたちにだけ小児甲状腺がんが多発しているのでしょうか。それをちゃんと説明をしてほしい。そしてちゃんと可能性があるのなら責任を取ってほしい。特に訴え出ている子どもたちを救済してほしい。なぜ裁判にまで子どもたちが声を上げなければいけないのか。子どもたちの甲状腺がん裁判と避難をしている人たちの裁判は通底するものは同じです。みんな被爆をしたくない、被爆から身を守りたい、被爆の影響があるんじゃないかというところで一致しています。無用な被爆を避ける権利は全ての人にありますが、13年経ってそのことに対する保護や救済の制度は何一つ確立されていません。むしろ事故とは因果関係がないと国が言ったらなくなるんですか。そんな非科学的なことはありません。ちゃんと実際に起きた被害から物事を考える、制度や政策を考えるスタートにしてほしいと、そういう思いで民事集団訴訟をやっている原告の皆さんは戦っています。自分の賠償金を欲しいから戦っているのではなくて、何を失われて奪われたのか、何を守りたいのかということが毎回の法廷で語られます。関西にいる人たちは特に自分も被爆したくない、子供を連れている人は子供たちに絶対被爆をさせたくないという思いで避難をしてきました。それをその声をきちんと世の中や社会は共有しているでしょうか。原発問題は被爆問題です。被爆といえばこの国は広島、長崎と原子爆弾にある被爆を経験している国です。被爆者の人々の語りを本当に真の訴えたいことを聞いていたとするならば、無用な被爆を避ける権利、私たち自分自身が被爆するかしないかを決められる権利があるということを、戦争からだけでなく福島原発事故からも学んでほしい。そういう思いで原発問題は被爆、無用な被爆をさせられない権利、人権の話なんだ、人々の命や健康に関わる権利の問題なんだということを私は訴えたくて、今日は一緒に来させていただきました。大阪だけでなく東京で声を上げる皆さんも同じ思いでどうして避難をしてきたのかを語ってくれると思います。次回の期日から本当に一人一人の原告が、今はおそらく1時間ぐらいかけて、主尋問20分、メモも一切見ずに答えます。反対尋問ももちろんメモや手帳やスマホとかは見てはいけません。自分の記憶だけで何が起きたかを語って思い出しながら話します。でもそれは何かの文献を読んだとか聞きかじったではなくて、実体験に基づくどうして避難を決断したのかという声がつぶさに語られますので、その真実の声をぜひ多くの皆さん聞いてください。大阪地裁で本人尋問も今ちょうどやっています。東京と期日があまり重なってはないのですが、交互ぐらいにやってきます。で、向こう1年かけて実際に避難した人たちの声が聞かれますので、大阪地裁まで傍聴に来れない方は東京地裁でも同じように被害の事実を訴えていますので、どうか傍聴に足を運んでください。傍聴の応援というのはそういう意味もあります。実際に被害を受けた人たちが、証言台に立つなんていう人生で経験する予定のなかったことをやるので足が震えます。みんなドキドキして本当に声が震えているし、宣誓書を読む時のその宣誓書の紙がいつもこうやって震えています。先日前回の関西訴訟では85歳という高齢の方が証言台に立ちました。ご自分の記憶も曖昧かもしれないと思いつつも、どういう話が出るのかなと思ったら、その方はなんと85歳、今85歳ですから、原発事故は13年前です。13年前は70代で、もうご高齢で、
もう仕事も定年退職されて、本当に地域の役員などを担いながら、地域の人からも愛され尊敬され、まあ、それから地域の役員もしながら趣味の寮などに出かけていきながら、悠々自適に、まあ、高齢の、余暇を楽しむという暮らしをされていました。お子さんもお孫さんもいらっしゃって近所に住んでいて、3世帯ぐらいが近所に住んで助け合いながら、皆さん住んでおられましたが、教員をしている息子さん夫婦のお子さんが小さいので、教員をしている先生は区域外強制避難ではないところに住んでいるから学校が再開されます。全員が避難するわけじゃない地域、中通りや浜通りの強制避難区域外の地域に住んでいる人たちはそこで、暮らしている人もいる。で、子供が小さい、避難をしたい家族の中でも、おじいちゃんおばあちゃん世帯はもう引退はしてるけれども、そんな時にお父さんお母さん現職の教職員だったら、学校が始まったら避難できない子たちのために学校が始まるので、そういう混在している地域に住んでいる場合、その現在85歳の方がお孫さん2人を連れて、おばあちゃんと2人で全然土地勘もない来たこともない大阪で、この13年間ずっと子育てをされていました。我が家は夫婦で夫と妻が別れて、妻が子供を担当して母子避難ということは有名ですが、法廷の中では全ての人が母子避難ができるわけではない。夫婦揃って教職員の方々は学校が始まったら学校も行かなきゃいけない、仕事もしなきゃいけない、逃げたくても逃げてない人たちも住んでいる地域では、そうやって地域を守りながら苦肉の策で、それでも孫や幼い子どもたちは放射線の影響を考えて、おじいちゃんとおばあちゃんが連れて逃げる、その世帯の、まあ、その過酷な、避難のお話を1時間私は法廷で聞きました。母子避難だけじゃないんです、父子避難もいます。それからおじいちゃんおばあちゃんが孫連れて避難っていうのもあります。でも本当に何往復も何往復も福島と大阪関西を行き来して、その交通費や費用で、お父さんお母さんは全く子どもたちに会えない、おじいちゃんの証言から、おじいちゃんおばあちゃんの大変さ、 またもう一回年老いてから子育てを一からする大変さ、慣れない関西弁で関西の人たちにもこうね揉まれながらするおじいちゃんおばあちゃんの子育ての大変さ、お子さんをおじいちゃんおばあちゃんに預けるお父さんお母さんたちの子どもの成長が見れない苦悩、おじいさん一人の証言から、そして子どもたちはママもんも言わない、おじいちゃんおばあちゃんに連れられてお父さんお母さんには会えないけれども、この13年間我慢して育ってきた、そういうそれぞれの世代の苦悩が、まあ、一人の証言からも本当につぶさに伝わってきました。そういう証言を引き出しているのが本人尋問の、まあ、弁護団の本人です。でそれに対して、まあ、いろんなことを東京電力は、国や東京電力は言ってきます。避難なんかしなくてもよかっただろう、みんな避難しているのか、そういうふうなことを言います。自分たちで線を引いておきながら、線の外側から避難をした人たちはあたかも避難しなくてよかったんだというような言い方をします。でも線を引かれても、その外側からも皆さんが避難をしなければいけないというその必要性と合理的理由、客観的な汚染の状況、証拠を持って避難を続けています。でそのことが全然世の中では共有されていない。私はそれがすごく問題だと思います。裁判所の法廷は本当に事実しか語られません。むしろ、宣誓をして嘘つきませんって言って、裁判長からもあなた嘘ついたら、過料に処せられますよ、だから記憶違いとか、それ13年前のことだから分かんないとか、忘れたことは忘れたって言っていいけれども、嘘はいけませんよって言って、はい、ちゃんと宣誓をして私たちは証言します。それはツイッターとか、まあ、フェイスブックとかいろいろ、まあ、SNS、 いわゆる SNS で匿名で適当に責任なく書き込んで、ちょっと聞いた話を想像で言ってる話とは違います。実際に自分が経験した話を語るわけですから嘘ではありません。嘘ではない、いろいろな法廷の証言の中のその言葉を私は聞いてほしいと思います。次の期日からはそのことが東京地裁でも語られますので、どうか皆さん傍聴応援よろしくお願いします。大阪にもできたら足を運んでいただけたらと思います。ありがとうございます。松さん、ありがとうございました。それでは皆さん、法廷の方に移動していただきまして、今日は抽選などがあります。
ました。先日の会談のご飯の